横須賀火力発電所は神奈川県横須賀市栗浜9の2にあった東京電力の石油火力発電所。東京電力が1957年に建設を開始し、1960年に1号機が運転を開始、8号機までとガスタービン発電設備2機が建設された。8号機完成後は当時世界最大の出力を持つ火力発電所であったが、 老朽化や燃料情勢の変化などにより5から8号機と2号ガスタービンが2004年10月から長期計画停止となり、さらには1、2号機及び2号ガスタービンが廃止された。2007年9月に柏崎刈羽原子力発電所停止による電力不足解消のため、7、8号機の運転を再開、一度廃止した2号ガスタービンを再稼働させたが、 リーマンショック後の不況による電力需要の落ち込みや柏崎、刈羽原子力発電所6、7号機の再稼働を要因として2010年4月に稼働していた全号機が長期計画停止となった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震と津波により複数の発電施設が被災し、電力供給力が大幅に低下したため、 三四号機と一二号がスタービンを同年7月までに再稼働させたが、被災火力発電所の復旧等により、2014年4月1日に三四号機と一二号がスタービンは再び長期計画停止となった。2016年4月、東京電力の分社化により、東発電所は東京電力フュエールパワーに移管された。2017年3月31日をもって、 全号機廃止となった。3号機の運転開始から50年以上が経過したため、設備更新が計画、発表された。環境アセスメントの手続きは、経済産業大臣が発した確定通知により、2018年内に完了し、2019年8月、着工に至った。事業主体は、株式会社ジェラーの100%子会社であるジェラー。 パワーインベストメント合同会社の100%子会社に、アタルジェラパワー、横須賀合同会社である。3号機の運転開始から50年以上が経過し、最新鋭の設備に比べて、発電効率が低く、また経年に伴うトラブル発生の可能性があること等から、設備更新が計画された。本計画は既存設備を廃止し、東京電力フュエールパワーと中部電力の 合弁会社である JERA が最新鋭の超臨海圧発電設備を採用した出力約65万キロワットの石炭火力を2機建設する。今回のリプレース計画により横須賀火力発電所は石油火力から高効率石炭火力へと新たに生まれ変わることとなる。2016年10月20日には環境影響評価方法書の送付及び縦覧が 発表された。2019年8月着工。2012年5月18日撮影夕暮れの発電所1、2号機は運転開始当初は石炭戦勝であったが、後に石油戦勝に転換した。3から8号機は当初より石油戦勝である。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震と津波により、 複数の発電施設が被災し、電力供給力が大幅に低下したため、緊急設置電源が新設された。電力需給が逼迫した際に稼働していたが、被災火力発電所の復旧等により、2013年3月31日に3号系列が廃止、同年5月10日に5、6号系列が廃止され、東発電所の緊急設置電源は全廃された。横須賀線栗浜駅。 京急栗浜線京急栗浜駅より、のび海岸行き路線バス利用、東電前下車。完成当時、発電所としての創出力が世界最大であったため、地元商店街の和菓子屋から、地元名家として、発電もなかという名称で、発電機を模した形状の最中が土産品として1970年代頃から販売され、人気を集めたが、2008年に、 和菓子店が閉店したことに伴い販売終了となった。ありがとうございます。